ハロー皆さん、こんにちは。森山直太郎です。はい。ということでですね、今私は神戸三田キャンパス KSC に来ております。今回はですね、その KSC の理系4学部の研究室に突撃していきたいと思います。それでは、早速行っていきましょう。はい。ではですね、工学部の研究室に行きたいと思います。めちゃくちゃハザードみたいに焚いてますよ、これ。焚いてる焚いてる焚いてる。こんにちは。まだ状況をつかめてないんですけど。こんにちはということは先生ですか？はい、田中と申します。田中先生、何ですかこれは？これは燃料電池の車なんですけれども、はい、普通の燃料電池とは違って水素じゃなくて、はい、ヒドラジンという液体の燃料で。なるほど。してます。頭に何も入ってこないんですいません。降りていただいて大丈夫です。ありがとうございます。はい、ということで、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここに来るまで結構時間かかったんですけど、僕が来るまでここで隠れてたってことですか？そうですね、まあ、今の車だけにってことなんですけど、はい、僕が来るまで、あ、すいません、トークにブレーキかけちゃって車だけに。そう、でもここが研究室じゃないですよね。ちょっとね、これ狭くて。はい、そうですね。ちょ、研究室行きますか。はい、研究室、はい、研究室ですと、はい、伺わせてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで研究室に着きましたけども、はい、いろいろね、実験装置が見えるんですけど、具体的には研究のテーマってどんなものがありますか？はい、4つ研究のテーマがありまして、はい、1つ目は今下で見ていただいた燃料電池の車の、はい、心臓部である燃料電池そのものを研究しています。燃料電池、はい。で、2つ目がですね、自動車絡みで自動車の排ガスの浄化触媒です。はい、空気よりも綺麗な排ガスにしようと。空気よりも綺麗な排ガス、はい、じゃあ車が運転すればそれほど綺麗になるか。はい、街の空気が綺麗になる。そんなことあるんですか？はい。3つ目のテーマが排熱を資源だと考えて、はい、それを電気に変えると。排熱が資源、はい、夢のあるでも夢のある。はい、4つ目はですね、これから水素社会が到来して、はい、水素はすごく使いやすいクリーンなエネルギーなんですけども、はい、やっぱり爆発するという危険性があります。そうですね、そのイメージ強いと思いますね、はい、一般の人にも。それを防ぐということで、自動車触媒を応用した技術なんですけれども、はい、この触媒があれば、はい、爆発せずにその場で水に変わってしまうと、はい、それによって水素爆発を防ぐという研究をやっています、はい、これを実際にやっていただきたいと思っています、はい、爆発するんですか？はい、はい、爆発させないようにやってます、ね。はい、爆発しない。なんかその2つあるんで、1つ失敗するのかと思った。ああ、そうではないですね。大丈夫ですか？はい、2つあるのは、1つは室温で、はい、もう1つはこちらになりますように、マイナス20度の冷凍機なんですけど。冷やすやつですね。はい。まあ、温度によって反応がちょっと違う。ああ、なるほど。温度依存性を、はいはい、見るという。はい。はい、それでは、学生の岩田君にちょっと来てもらって、ちょっとやってもらえたと思います。あ、よろしくお願いします。こちらが水素安全チェック場になります。でこちらに置いていただいて、はい、置きました。あ、冷やしてる方、はい、冷やしてる方、はい、あ、結構冷たい、はい、はい、お、冷た、はい、はい、置きました。上にシャーレを、はい、シャーレさせていただきます。今この中に 100% の水素が入っているので、はい、下から吹きかけて反応を見ていただく。なるほど、なるほど。という実験、吹きかける、はい、はい、はい、もういいんですかこれで。はい、でガラスの表面見ていただくと、はい、じゃあ行きますね。はい。おう。はい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 。はい、全然違いますね、これね。はい。このように水素が下から入ってきて、空気中の酸素と触媒表面で、再結合が行われて、はい、で、反応熱で蒸気になって、うん、はい。なので、ここが今、とても熱い状態です。あ、ほんとだ。熱くなってる。これはちょっと具体的に温度によって結果が違うことを見るってことですかね。そうですね、はい、一つはどれだけ低温までこういう反応ができるかっていうのを研究のターゲットにしてまして、はい、で、夏だったら爆発しないけども冬の寒いところだと触媒が怪我って爆発するとか、そういうことを避けたいということで、はい、マイナス20度っていうのはまあ大体日本の冬考えても、はい、マイナス20とかマイナス30度で、そうですね、はい、反応すれば、はい、使えると十分ですよ、はい、そこが、はい、考えています。ありがとうございます。すごくこれ、はい、ダイナミックな、ね、見た目の実験でした。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、では生命環境学部の研究室にお邪魔したいと思います。
失礼します。メルカゲ先生、はい、よろしくお願いします。お願いします。まず先生のご専門をお聞きしていいですか。はい、はい、私の専門は高等植物の、陸上植物の光合成の研究をしています。光合成の研究、はい、特にその光合成の C4 光合成って呼ばれる光合成なんですけれども、はい、その進化の過程を研究しています。はい、昨今ですね、地球温暖化の影響で、はい、作物生産がこう減少になったりしてますんで、うん、乾燥耐性とか高温耐性に強い植物を作りたいということで、こういう研究をしています。はい、で C4 光合成の特徴なんですけれども、はい、CO2 を濃縮する機能を持っているということで、この一般の C3 光合成を行う植物よりも乾燥とか強光光に強いという、なるほど、そういうタイプの光合成、はい、はい、この進化の過程を研究することで、はい、この一般的なその耐性を持たない植物でも高温とか強光に強い、そういうふうに改変できるんじゃないかということで研究しています。でこれ私たちが使っているそのフラビリアっていうキク科の植物なんですけれども、はい、これは同じ属なんですけれども、同じ属の中に C3 種と C4 種といて、はい、まあ、進化の過程がこう段階的に分かるような、そういう植物になってます。ありがとうございます。なんか今回実際にやらせていただけるって聞いたんですけど、はい、もうこれ何やったらいいんですか。これは実際の今日はちょっとタンパク質の抽出をと試していただきたいなと。タンパク質の抽出を、はい、レベル高そうですね、いきなり。誰でもできます。抽出したことないですけど、タンパク質まだ未抽出です、僕。はい、大丈夫ですか。ゴリゴリするだけです。本当ですか。じゃあやりたいんですけど、どうすればいいですか。はい、じゃあ谷吉くんお願いします。谷吉さん、はい、じゃあ僕タンパク質抽出したいんですけど、はい、どうすればいいですか。そうですね、こっからですか。いや、違いますね。よかった。このタンパクじゃなくて植物なんで。怖かった。あ、よかった、わかりました。そうですね。では植物を保管しているところに、はい、じゃあ行きましょう。使用植物が育成されている環境を再現した、人工気象器ですね。じゃあ暑いんですか。そうですね、暑かったり乾燥してたりっていうところを調節できるやつになってます。怖、はい、なんか。おお、これが中になっております。かっこよ、かっこいいですね。テンション上がりますか、やっぱ。そうですね、もう僕にとっては恋人に近いんで。そんな、はい、それは嘘です。また来たよっていう感じです、ね。ああ、そうなんですね。よかった、僕は初対面なんで、あ、奪い取らないようにしますね。これないようにお願いします。はい、わかりました。じゃあちょっと、あ、元気なやつがいいですね。元気なやつが、はい、あんまりね、プラントしてるとね、良くないと思うんで、まあ植物だけになんですけど、ごめんなさい、僕ね、光合成できないんで。なるほど、はい、今エネルギー足りてなくて。どうするんですか。じゃあこれからのプランはですね、ちょっと待って、しっかりやり返してくるタイプ。これからの、ね、じゃあプランは、はい、これからのプランは細胞壁があるじゃないですか、はい、でそこを潰していかないと、はい、タンパクって出てこないじゃないですか、はい、っていうところでそれを潰していこうと思います。はい、じゃあ説明をねしていただいたんでいきますね。落とします。はい、でこの真ん中のところを切り落とします。これでグツグツ言わなくなるまでやると。そうですね、同じ温度にする。はい、はい、持ってきました。持ってきました。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。葉っぱを取り出しましょう。はい、取り出します。あ、バラバラですね。バラバラになってますか。はい、はい、このパウダーにしていきます。はい、こう見てね、押し出します。料理みたいですね、本当に。料理ですよ、もう本当にこれは。はい、ちょっと握ってもらって。これはね、トントントンと。楽しいですね、なんかこれ。楽しいですか。はい。プチプチプチと。うわ、すごい。うわ、これ伝わるかな、この。気持ちいい。で、液が少なくなってきたところで、ぐる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 。はい。で、これでパウダーになります。はい、なりましたね。はい。パウダーっぽくなってます。これ実際にもうこれゴリゴリしたことによってもう細胞壁を壊した。完全に壊してます。はい、でもうタンパク質がいつでも取れる状態になって。そうです。抽出液入れて、液を入れるとタンパク質がそこへ溶け出す。はい、ありがとうございます。これで何がわかるんですか。はい、ですね、この葉っぱの中に含まれるタンパク質の組成がわかります。はい、
働いてる酵素が違うんで、はい、どういう酵素の違いによってその光合成が違うかっていうことが、まあ、タンパク質を調べることで分かってきます。ありがとうございます。先生はいつもこうやっていつもこうやってやってるんですか？もうつりつり私はね、はい、ほとんど実験することがないんですけれども、ど残念ながら実験大好きなんですけれども、じゃあもう今久々に潰しましたか？じゃあはい、そうです。もう思いっきりやりました。通りでなんか楽しそうだなと思ったんですよ、はい、先生がなんかいつもやってるんじゃないかと思ったんですけど、そうじゃないですね。じゃあ今回ちょっといろいろ勉強させていただきありがとうございました。ありがとうございました。さあ続いてはですね、建築学部の荒木先生のところに行きたいと思います。ん？関係ねえよ。はい、ということで、3号館設計スタジオにやってきました。荒木先生です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生のご専門をお聞きしていいですか？はい、私は建築の構造設計専門としています、はい、はい、建築の構造設計っていうのは、はい、具体的にどんなことをやるか教えていただいていいですか？はい、はい、建築の設計っていうのはいろいろな分野に専門分野に分かれていて、はい、デザインを専門とする衣装と他にも私のようにその構造の安全性を確認する、うん、はい、構造の分野や設備やいろんな分野に、分かれている中の、構造。なるほど、安全性、はい、今この目の前にあるやつも何か安全性のためにある装置なんですか？そうです。はい、これは何やるんですか？これは、はい、はい、これはですね、あの紙管の紙管、紙の管ってことですか？紙の管、はい、紙の管の、材料特性を、はい、調べる実験を、うん、するものです。はい、はい、どうやってやるんですかこれ？はい、ここの真ん中ちょうど中央のところに重りをどんどん、入れていって、うんうん、はい、でそうするとこれが少しずつ下がってきます。はい、で、入れた重りの重さと、その下がり量を、はい、測って、それで、この材料の、特性を調べる、はい、というものです。なるほどなるほど。実際にちょっとやってみてもいいですか？じゃあ、はい、どれぐらいがいいですか？まずはこの 2.5キロ、はい、わかりました、はい、じゃあ入れてみますね。まあ確かにちょっともうよく見てたらたまりましたね。はい、はい、じゃあ入れてみますね、はい、これ5キロ、これで5キロです。はい、どれぐらいまでこれでは調べていくんですか？で最後壊れるまでやります。壊れるまでやるんですか？はい、怖くなってきました。何キロぐらいで壊れると思いますか？何キロぐらい？でも紙ですもんね。はい、そんな強くなさそうです。はい、50ぐらいでは壊れそうですね。そうですね、はい、はい、どれぐらい今これ缶どれぐらい合ってますか？缶はオーダーは合ってます。オーダーが合ってる。オーダーは合ってどうしてですよね。さすがに今これで6個、はい、15キロ。だんだん緊張してきました。はい、だんだん変形が大きくなってきた、はい、と思います。はい、ちょっとなんか嫌な予感もしますもんね。なんかそろそろ、え、あ、下がってきましたね。次はそうですね、そろそろ小さいので。うわ怖っ、怖っ、今のそろそろ小さいので。先生、そろそろ小さいのってことはそういうことです。うわ小さいのいきませんでした、すいません。これ何キロでしたっけ今これ？これ今8個か、8個なので、はい、20キロでした。オーダーしか合ってないですね、マジで。全然オーダーしか合ってなかった。はい。はい、今の実験で、はい、それぞれ重りを入れるごとに、荷重と変形を、はい、縦軸荷重、縦の荷重、はい、横軸変形で、はい、プロットしていくとこんなような形になります。はい、うん、で、昨日、やった実験では、だいたいこの、弾性源のあたりが、はい、20mm で20キロぐらい。あ、ここでもうじゃあ材料に何かしら変化起きちゃってるってことですかね。そうですね、材料が組成化し始めてる、はい、いうことです。じゃあこれ安全なのはじゃあどこまでなんですか？そこは安全率の考え方にもよるんですけども、はい、例えばこの弾性源の3分の2とか3分の1とか、はい、確かにここだけで絶対作んないですもんね。はい、はい、もしものことがあるので、じゃあ例えば2分の1とか。なるほど、はい、こうやって測ってるんです。こうやって安全性見てるんですね。はい。はい、で、なんか今日たくさん学生さんたちが見えるんですけど、はい、学生さんたちもなんかこれに関することやってるんですか？今日はですね、はい、この紙管を使って、椅子を製作、はい、設計しています。なるほど、椅子。はい。はい、じゃあこう、パキッとはならない椅子を作ってるんですね。そうですね。はい。なるほど。そのつもりです。はい。じゃあ実際にちょっとじゃあ、椅子座ってみたいんですけど、はい、結構できてますかね？そうですね、だいぶできてきてると思います。はい、じゃあちょっと行ってみてもいいですか？はい、はい、ちょっとじゃあ行きます。はい、東海オンエアです。
東海オンエア登録お願いします。滑ってますこれ。ゴリゴリ滑ってます。これどこでやっても受けるんだけどな。どれぐらいかかったんですかここまで行くのに。4時間ぐらい。だいぶボンドで止めてるんですか。紙の缶をボンドで止めてる。なるほど。でもこれはじゃあ強度の計算をした上での設計とか。そうです。あ、一番代表責任者出てきてもらっていいですか。代表責任者。もしものことがあったら責任を取ってもらうんで、これが壊れないんですよ。はい。はい。強度もバッチリ。バッチリです。はい。ちょっと座ってみていいですか。はい、あ、座ります。あ、これがじゃあ、はい。座ります。本当に。4時間かけてからすごい緊張するわ、これ。壊れたらどうしよう。いや、壊れないんかい。動画的にはね、割と近すぎて。いや、すごい。さすが、ちゃんとね、計算したってことで。建築学部入った場合は、じゃあもっといろんなことを学んでいくんですか。そうですね。どんなことを学んでいくんですか。あの、実際の建物はもっと大きくなりますので、はい、もっと大きいものを作るときにはどういう構造を考えなきゃいけないか。確かに、これだけじゃないですもんね。そうですね。はい、で、どういう空間のデザインをするかっていうことを学んでいきます。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今回ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では理学部の研究室に行きたいと思います。失礼します。よろしくお願いします。村上先生、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生のご専門をお聞きしてもいいですか。はい、私が行っていますのは有機構成化学、有機化学と呼ばれる分野でして、はい、でちょうど昨年度のノーベル賞を取った、はい、あの分野にもなっています。はい、で分子と分子を触媒などを使ってつないで新しい分子を作っていくという研究をしています。はい、ありがとうございます。後ろにいらっしゃるのは大学院の1回生。はい、こんな色の白衣あります。まずそうですね。で僕に合わせてきたのかなって最初思ったけど、この色僕すごく好きなんでいつも着てるんですけど、これ白衣なんですか。一応白衣です。え、今日はちょっとかっこよめなやつを。かっこいいやつで、ありがとうございます。一番いい日に、ありがとうございます。で早速なんか見せていただきたいんですけども、なんか何かありますか。そうですね、はい、今我々がまさにやってる研究の、まあ、どんな実験をしているのかっていうのをダイジェスト版で見ていただきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。で、まず私たちが使っている分子の、まあ、模型がこのような形になっていまして、はい、で、こういう分子とこういう分子を触媒を使って、はい、光の力を使って光のエネルギーを使ってくっつけて、はい、で新しい形の分子、こういうものを作ると、はい、そういった研究をしています。はい、なるほど、ちょっと待ってくださいね。じゃあこれをつけます。はい。お、分子が見えます。はい。そんな効果ありません。今回は実際に反応の溶液を準備しました。はい。このようなものですね。はい。でこれを使って実際に反応をかけて。まあ、どうやって解析しているのかなども紹介しながら、はい、そういった雰囲気を伝えられたらなと思っています。はい、じゃあ今その溶液には分子触媒が入っているということですか。そうですね。何をしたらいいんでしょう。はい、ここに、青色の強い光を当てる必要があります。うん、はい、で実験装置が、ちょうど向こう側にありますので、はい、大学院生の牧原くんが今セットアップをしてくれます。牧原くんお願いします。はい、こちらが光を当てる装置になるんですけども、はい、この中に攪拌紙っていう磁石が入っていて、うん、回転してくれる機械の上に、このランプがこのように光るランプがあるので、かっこよく光り輝いて、そうですね、はい、これを左右から当てることで溶液全体に光を当てることが、はい、なんか蛍光みたいになってますね。そうですね、基本的に光触媒は、はい、発光を示すので。あ、そうなんですね。これで2時間ほど光を当てて、はい、と目的の反応が進行して、はい、目的の生成物を得ることができる。はい、じゃあどうします？ 2 時間。将棋でもやります？もっと。一応、こちらに反応が進行したものが今回用意していて、はい、反応をかけた際にはかなり白い固体のようなものが残っていたんですけど、うん、はい、反応が終わると、このように透き通った、溶液ができていて、はい、反応が進行したということが分かります。はい、次のステップに。はい、ナスプラスコと呼ばれるこちらの器に反応後の溶液を移します。はい、見えます。見えます。見えます。大丈夫ですか。はい、こうやって溶媒で使い込んで、溶媒入れて、こちらのロータリーエバポレーターという呼ばれる機械に
セットし、上流ですか？そうですね。はい。溶媒を飛ばしていきます。はい。実際に全部飛ばし終えた後のものがこちら、はい、これも準備していただいていて、はい、これを次は NMR を、はい、NMR という機械を用いて、はい、どんな分子ができているのかというのを実際に測定していきます。はい、わかりました。こちらがその反応後の溶液を NMR に測定した結果になります。はい、で下にありますのがその反応開始する前のものになっておりまして、はい、これ横軸何なんですか？化学シフト値になっておりまして、はい、水素が存在する環境によってその特有の場所にピークが出るようになっているので、うん、どの辺にピークが出るかによって、あと形によって、うん、その分子がどんな構造をしているのかっていうのが分かる、うん、分かるものです、はい、見比べていただきますと、この反応前では存在したこの5から6あたりのピークっていうのが上ではなくなっている、はい、逆に反応終了後では、はい、この4あたりに山みたいな形の、ね、ここに4あたりないですもんね。はい、ここに新しいピークが出ているので、はい、新しい分子ができたぞっていうことになります。あ、なるほど。4あたりにできるっていうのは最初に予想してたものなんですか？あ、そうです。あ、なるほど。じゃあ目的の狙い通りのものができたということが NMR でわかる。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで実際にあの実験のね手順見せていただきましたけども、はい、こうやっていろいろ分子つなぎ合わせていくことによって、その先生がしていこうと思っていることとかってどんなことですか？と今まで世界に存在しなかった分子っていうのを作り出せるのが我々の分野の魅力だと思っています。はい、でそれができると何ができるかってことですけど、はい、今までに可能性があるけどできなかった薬であるとか、うん、新たな電解質であったりとか、何か光る物質、電気を通す物質、はい、まあ、そういったものに適用できるのかなと思っています。はい、新たな可能性を探る研究です。なるほど、夢があります。はい、ありがとうございます。勉強になりました。ありがとうございました。はい、ということでですね、いろいろ研究室巡ってきましたが、個人的にはですね、もう先生と学生の距離がすごく近くてね、いいなって思いました。このですね、関西学院大学の詳細は概要欄の方に載ってますので、興味の方はそちらもですね、要チェックということでよろしくお願いいたします。では、さらば友よ。またやる前に一つ注意点があって、タンパク質ってめちゃくちゃ分解が早いんですよ。はい、だからすぐに凍らさないとタンパクがなくなっちゃうんですね。はい、なるほど。っていうところだけ注意していただきたい。はい、じゃああんまり切ってからボケたりしない方がいいですね。そうですね、わかりました。ボケてたらタンパクが死んじゃうんで、はい、やばいな。学生さんですか？あ、よろしくお願いします。ちなみに修士2年生好きな YouTuber は誰ですか？ちょっとマニアック。全然いい。石蔵さんっていうゲーム実況。あー、これからハマる予定です。ありがとうございます。はい、見ます。